どうでしょう。これで、これでいけねえかな。いったわ。いったいった。行くぞみんな。テントも、テントも捕まえたら直立進化のあいつ入るかな。このくすぐるもの、you
早い。行くぞみんな。普通にタバスされたんだけど。みんなよく頑張ったね。君がいてくれてよかった。
君がいてくれてよかった。誰かな。これでもう。あら、ここにもいた。行くぞみんな。早いよ。早すぎるよ。出てくるのが。とダメだよ。はい、はいはい、OK、OK、こっちじゃない。
ぞ。あの子たち、助けてくれたデジモンたちが言ってた。私、安心安頓懐かしい匂いがするんだって。あれってどういう意味だったのかな。ひょっとして私どこかであの子たちと。ちょっと君、私に鼻を近づけて何のつもり。どんな匂いか確かめてみた。へえ、で、どんな匂いだったわけ？うん、そっか、うん、そっかそっか。あっち、まだ探してなかったよね。うわぁ！何するんだ！やめてよ。今の声、聞いた？今度は本当に聞こえたよね。あの声は、あ、ごめん、話しとしてました。まだまだやな。
まだだな。進化だったような気がする。これね、今これでやってたはずないな。まあ見つけたんすよ。どうしようと俺らの勝手っすよね。俺なんか間違ってますかね。文句あるんすか。文句ありありだからこんな感じで登場したんだっつーの。むしろ文句しかないっていうか、観念しろ悪党どもみたいな。モキアかっこいい。ほう、面白い。文句があるならどうするんだ。うん、ちょっとだけ俺好みのお姉さんよ。あんたに何ができるんすか。俺らあのザクソンのハッカーなんすよ。切れたら何すっかわかんねえすよ。口では偉そうなこと言ってても体は正直ってな、ブルブル震えてんじゃねえか。実はかなり俺好みのお姉さんよ。勘違いしないでよね。私も文句あるけど、実は私以上にこっちが文句あるんだから。そうでしょ。なになに、あんなザコソン相手にノキア様が出るまでもない。私にお任せくだされ。うむ、よくぞ言った。それでこそ我が弟子ならば思う存分バトルが良いぞよ。ノキア悪いかも。何すかそれ、笑えばいいんすか。つーか、うぜえっす。どっちもズタボロにしてアカウントも借り取ってぐちゃぐちゃにしてやるっす。あんた喧嘩売ってんのか。喧嘩はあるよね。あれよ、勝ったわ。はぁ、おれ、オッケー。あたしたちは無敵だよ。まあ余裕だよ。すごっ、君ってマジ強だったんだ。もはや教えることは何もないぞ、我が弟子よ。ってやってる場合じゃないっての。まずはあの子たちを。なん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 、ユウたち、ノンロック。ん、この声は、地味犬さん。え、地味犬ってあの地味犬。地味犬、略して地味犬。イエース、アイアム地味犬。イエーフー。おいおいおい、
おい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 お前ら、イケてないね、そのざま。どんなやられ方したらそんなイケてない感じになる？ Tell me please as soon as。 すみません、ジミケンさん。ぶっちゃけドストライクなお姉さんに気を取られて。わお、言い訳、全然ロックじゃないね。ロケロールにはほど遠いね。今のユーたちを例えるならそうだな、リバースシング、酔いどれ天使たちの忘れ物。こっちもゲロっちまいそうになる感じがぴったりだ。伝わる？このフィーリング。伝わったっす。ならよし。で、あんたらかな、悪魔キッズに手を出しちゃったザ・フールは。てか、地味犬がなんで？愚問ですよね、それ。非常に愚問。愚問すぎて逆にロックだわ、逆に。つまり、これがスーパースターであるフール。俺様のワンモーフェイスってことさ、フール。は？表はスーパースターでありながら、裏ではハッカーチームザクソンの幹部をしている俺様って。どう？ロックっす。悪魔的にロックンローです。ですよね。てかあんたらさ、デジモンごときで何目くじら立ててんの？超ウケるんですけど。え、嘘でしょ、冗談でしょ。ひょっとしてあんたら、あれ、ペットは大事な家族なんですとか言っちゃうけ？愛で地球を救っちゃいたい感じ。未だにいるんだね、こういうフォークな人種。伝わる？このフィーリング。もうやめて。私の MP とかとっくにゼロなんですけど。っていうか、こんなのにバイト代持ってかれてたとか。やば、死にたくなってきたんですけど。はぁ、言う喧嘩売ってんの？売られた喧嘩は買わないとロックじゃないよね。俺様、相手がパンピーでも容赦しないスタイルですし。マジロックすぎるっす、ジミケンさん。やっちまってくださいよ、ジミケンさん。モキア、ものすごく弱ってる。どうしちゃったの？とりあえず応援しよう。頑張れ、ノキア。ごめん、アグモン、カブモン。私、もうダメ。このドリクラ攻撃に、これ以上耐えられそうにないの。キャラー、スキャラコード響かせな。あれよ、全然聞かねえ。トーク。おら、まあ、いけず、絶対いけるっす。そんな、そうだろ。おい、いやー、よかった気がする。いけど、それ、
く。勝てるかな。いけるいける。チェンジして、発言炸裂したね。あ、言っとくけど俺様まだ本気じゃないから。今の前奏、いやその前のチューニング、まあ次はもうちょい強力なデジモン出すから、ユーガクガクにヘッドバンキングされちゃいなよ。そこまでだ。あ、止めちゃった。おやおやおや、こんなところでお会いするなんて奇遇ですね。チームザクソンのリーダーユーゴさん。え、これ以上勝手な真似はさせない。お前のやり方は我々の方針から大きく外れている。はい、チームのリーダーともあろうお人がお仲間かつお幹部である俺様のお邪魔とかしちゃうわけ。パワハラすか、圧迫系のあれっすか。誇り高きザクソンの規律を乱す者は許さない。規律？
なもんとっくになくなっちゃってますけど。あ、主に俺様が率先してなくしちゃったわけですが、ロケロール。アンさん、それがリーダーに対する言葉かいな。わざわざ側近のフェイさんまでおいでいただいて、俺様一人のためにすんませんね。もう一度だけ言う、ザクソンの規律を乱す者は嘘ですよ。 It's a rock and joke ですってば。スーパーハッカーユーゴさんに逆らうとか、もう無理無理無理。そんなことしたらリアルに殺されちゃうし、そこにいるあんたの愛人さんによ全部冗談冗談だって。本気と書いてマジになるなって。そんじゃ僕そろそろ帰ります。ライブとかあるんで超ギフらなきゃなんで、バイバイ。ところでハンさんら、いつまでそこでぼーっと突っ立っとるんどす？はい、どこのチームのもんか分かりしまへんけど、見逃したりますさかい、はよいんでおけんなのし。はあ、おっと、そこなデジモンはバッチがもらい受けます。あんた、いきなり現れて何言ってんの？ふざけないでよね。やらせるわけないでしょ。はて、アンさん、バッチと遊んでくれはりますの？これはなんともよろしおすな。体が熱なります。アンジョー、楽しませておくれやす。よせフェイ、無益な争いだ、帰ろう。やもういけずやわ。せっかくええ気分でしたのに。アンさんら、またどこぞで会う機会もありましたろ。それまでわっちのこと忘れたらあきまへんで。バッチもそのブッサイクな顔忘れまへんえ。ほな、さいなら。何よあいつ。わーい、ノキアが、ノキアが来てくれた。助けてくれてありがとう。私は何もしてなかったりして、俺ならこの子に。ありがとう。それにしてもここやばいよ。とりあえず離れよう。ここまで戻ればさすがに大丈夫よね。ああ、アグモン、ガブモン、無事でよかった。俺たちももう一度会いたいなって思って探してたんだ。そしたらあの怖い人たちに見つかって追いかけられて。危ないところだったよ。あんなのに捕まってたら今頃僕たちは。ねえ、あのさ、私にはまだよく分かってないんだけど、君たちデジモンって確かハッカーが作ったプログラムなんだよね。え？僕たちが人間に作られた？私たちと同じに、うん、あのね、ノキア、俺たちは人間の世界とは違う世界から来たんだよ。違う世界？デジタルワールドっていう世界だよ。デジタルワールド？僕
僕たちデジモンが住むデジタルワールドと人間の世界は普通はつながっていないんだけど、何かが起きて2つの世界が時々つながってしまうみたいなんだ。だからたくさんのデジモンがこっちの世界に迷い込んじゃっているんだ。さっきの怖い人たちはそういうデジモンを捕まえて無理やり命令したりして使っているんだよ。僕たちはデジタル空間でしか存在できない。でも人間の世界のデジタル空間はほとんどが人間の手で作られたものだし、そういう意味では人間が作ったプログラムと見分けがつかないかもしれないな。どう？わかった？わかった。なるほど。君ついていける？わかったよ。いや、僕とガブモンは違うよ。僕たちは自分の意志でこの世界に来た。この世界でやるべきことがあるんだ。やるべきこと？それって何？それは、あれ言っちゃいけない系だった？もしかして世界征服系の？そうじゃなくて。どうしても思い出せないんだ。え？とても大切なことだったはずなのに。俺たちは何をするためにこの世界へ来たんだろう。アグモン、ガブモン、大丈夫だって。そのうち思い出せるって。うん、絶対に思い出せるっていうか、私が手伝う。思い出せるまで一緒に頑張ろう。モキア、ありがとう。モキア、僕たち頑張るよ。とりあえず何を頑張ればいい？そうだな、差し当たってはただひたすら頑張ればいいっていうか、有機的なものに向かって走るっていうか、元気的なものがあれば何でもできるっていうか。まずは何を頑張るか考えることから頑張ろっか。うん、モキア、僕よくわからないけどとにかく頑張るよ。俺も頑張る。だからモキア、モキアと一緒にいていい？かわいい！もちろんだよ。ずっと一緒にいようよ。アグモン、ガブモン、これからよろしくね。うん。まあよかったね。どうやら依頼は無事完了したようだな。ご苦労だったと。本来ならば事務所に返してコーヒーをご馳走してねぎらいたいところだが、直ちに新宿へ向かってほしい。新宿で怪事件が発生したようだ。君の目で確認してきてくれないか。警察が本格的に動き出す前にな。頼んだぞ。おい、聞こえてたよ。すぐに行かなきゃいけないんでしょ。ありがとう。君がいなかったらこの子たちを助けられなかった。なんだか大変そうだけど、君も頑張ってね。私も頑張るからさ。ありがとう。またね。セーブするよ。はい、オッケー。じゃあ、エデンジャーディシラブ。
違えちゃった。デジタルで回復して。気になるところですが、今日はここまで。また次回。